前橋記念初日9レース、一次予選、1着スタート切りました。地元の鈴木優希選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回、ちょっと、出入りの激しいレースだったんですけれども、しっかりまくってまくりきって1着スタートとなりました。そのあたりご自身ゴールした後とかというのはどういうお気持ちでしたか？そうですね、結構もう足いっぱいで、大輔さんにも刺されそうになりましたし、ちょっと疲れが残ってるかなって思います。ちなみに、今日までの間、全プロとかで忙しかったと思うんですけれども、そのあたりここに向けてっていうのはどういうふうに過ごされましたか？そうですね、もう全プロが終わって1日だけ休んで、そこからずっと練習をしてきました。明日2次予選またメンバー濃くなりますけれども、それに向けての修正とか何か変えたいっていうのはありますか？そうですね、今日使ったフレームをやめて、前回とか使っていたフレームに戻して、臨みたいです。それでは、最後に、2次予選に向けての意気込み一言お願いします。そうですね、メンバーは強烈だと思うので、しっかり、勝ち上がれるように頑張ります。